こんにちは。こんにちは。じゅんです。ゆきです。はい。ゆきちゃんといえば、はい、今、PGA ゴルフデビュープログラムというね、全部で5回と5回のレッスンと1回ラウンドレッスン、全部の6回の、コースを受けてもらっているんですけど、1回目は一緒に行って私も見てきたんですけど、はい、2回目ゆきちゃん一人で行ってもらって、行ってきました。そのね動画今一緒に見ながら、まあ、振り返りをね、はい、していきたいなと思います。お願いします。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。じゃあアキレス腱から前回を真似していただいて、これ使います。9番、はい、9番、はい、逃亡シャフトといいますか、これ右手で持って大丈夫だ。あ、本当だ、全部つけます。そう、こうやって確認、前回もう一回ね。本当ですか。前回作った時ちょっと変でした。まあ直されましたけどね。前回でいいです。これです、はい、これです。できてた。できてました。おお。一応練習場で覚えるためにすでにどれも左足かかって、これわかんないんですよね、ボールの位置。ボールの位置が、はい、そうね、目安として。でもラウンドだと自分で動けますよね。そうだね。ここに、はい、緊張するわ。はい、はい、で8時4時どうですか。もうなんか前よりちょっとなんかグニャグニャしちゃってるね、また、うん、足をつけていく。このグリップのなんか一回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 やった方がいいですよ、ですよね、うん、みんな面倒くさくてこのままこうやってボール取るんですけど、はい、打っていくとずれるから必ず一回一回ちゃんとやった方がいい。今は時間かかってる。今度は8時4時ぐらい。8時4時、はい、これも難しいんですよね、8時4時とか、うんうんうん、角度とか。あ、うまいね。これちょっと見ていただけ、ここロフト角と言います、はい、このロフト角、うん、この開き具合を、はい、クラブはロフト角があるので、はい、こうやって上がるってことですよ。うんうんうん、うん、まあ、だからそう、こうやって上がって転がると、パンっていく。でちなみにこれ9番アイアンですよね。7番アイアンの方が低いはず。あ、ほんとだ、全然違う、ね、長くて低くてここのロフト角が、はい、開きが違うんですね。ほんとだ。に直接入るぐらいの、入るぐらいの、この間入れましたよね、ね。入るかな。あ、でも振り幅が良かったと思う。うん、振り幅が良かったね。うん、変なとこ行っちゃったけど、うん、でも全然足りない。方向はいいね、まっすぐ飛んでますか、ね、うん、あ、いいね。力を伸ばして、どういう力加減かっていう、そこ打つのが振り幅が小さくて、で、あんまり力入れないのに振り幅が大きいです。でそこを使い、そう、使い分けていいです。難しい。そうなんだよね、うん、なんかなんかね、ちっちゃくしたから、うん、なんだろう、緩めちゃいけないんだよね。小さくても打つのはしっかり打つんだよね、うん、それ難しいよね、はい、こっちなんか真ん中ではない気がしました。クラブがこっちから、うん、腕の付け根は肩なので、はい、ねってればこっち来ちゃうんですよ、勝手に、はい、自分で出てきたら、だから少し軌道のところはこうですね、ちょっと軽い円を描いて、難しい、うん、先生入ったのこれ。覚えてないや。
そうだよね。今結構思い切り言ったなと思って。お惜しい。惜しい。お飛びすぎちゃった、はい。力加減と振り幅が難しい。そうなんだよね。めっちゃフラフラしたんです。本当にフルショットはここまで。はい、若いのに右足つぶとかある。あ、うん、ナイス、かっこいい。そこまで。うまくなってる。そっちの方が。だって、はい、大丈夫です。今まで一生懸命当ててたじゃん。前回やりましたけど。今もう振ったら当たるじゃん。はい。ね。うん、はい。ちょっと立ってる。ロフトが立ってる。もうなんか方向とか力加減にいってます今。そうだよね。はい。急に7番になると難しいよね。そうなんですよね。長さも違うし。でもその7番と9番の長さが違うとかさ、ロフトの角度とかこうだとかもさ、理解してるからね、いいよね。上が12じゃん。これが水面。ってことは左右対称だから3時ここなんでしょ。ちょっともう肘曲がります。ここで両方伸ばす必要はないですね。ここ等と言います。9時の時も塔が上を向く。へぇ、塔って聞いてなかった。知らなかった。いいじゃん。これもう一個一個確認してますもん。あ、そうなんだ。これ、はい、カットカットだけど、カットされてるけど、もっと手も首もこうやってこうやってね。一回一回。もうちょっと前傾。はい。あ、それぐらい。そう、前傾してボール見るイメージがある。首曲げてボール見るって。そう。後付け。いい。後付けしてます。いいと思う。ユーティリティ。ハイブリッドって言います。ユーティリティ。先生ガンガン出してくる、ね。そうなんですよね。スピードが速い。うん。おうまい。当たってる。もういいじゃん。打ててますか。打ててる。いいね。テイクバックもすごい良くなってる。うん。うん、でもやっぱ右行ったり左行ったりしてるんでしょ。ちょっとスピード遅い。そうなんだ。もう下ろすときでいいですか。下ろすとき、はい、上げるとき早くしなくていいですか。うん、おーうまい、イエイ。最後いい球がすっきりするんですよ。そうだね。女性はだいたいドライバー使った後にユーティリティとか次回やるであろう、フェアウェイウッド、ほぼ第2弾で使うので、はい、なのでこれは好きになってくるんですよね。うん、スイッパーもありがとうございました。はい、おしまい。終わりました。すごいね、なんだろう、上達がやっぱり早い。早いですか。うん、もうなんだろう、まさきも見ながら話したけど、こう今まではこう当てるのが一生懸命だったのが、はい、今はもうなんかこう気にしなくても振ったら当たるみたいな、うん、感じになってて、あとはもう距離感とか方向とか考えるところがまたなんか変わってきてるなって感じがしました。しました。うん、よかった。いや難しかったんですけど、うん、一個一個も、うんうんうん、なんか気にすることも多いし、うん、手だとか腰の位置とか、うんうんうん、すごいいっぱいあるから、一球一球をこう大切に丁寧にやって、うん、で前回やったこともおさらいしたり、前のことをこう
また一から簡単にこう、うん、教えてくださるので、それで思い出して安定していってる感じですね。なるほど、うん、この時一番気をつけてたことって何だったの？目線ですかね。あ、目線？意外とボールをこれ見て、うん、上げてこう行っちゃうんですよ、一緒に。あ、一緒にね、そうね、そう、うん、そしたら方向とかあっちがあっちゃ行ったりしてました。はい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 、うん、じゃあ顔を下に向けたままみたいな感じ、うんうんうん、あとはもう基本のグリップを、うん、もうなんか3球に1回ぐらい先生に確認しますって言われて、うん、あ、はいはい、ちょっとずれてないかとか、うん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 、ちょっとずつ訂正してくださるので、はいはいはい、それが多分大きいと思います。なるほどね、うん、確かに自分でやっだけだと合ってるかってないかとか、はい、わかんないです。わかんないよね、うん、シルエットはちょっと変なのはわかるけど細かいね、うん、なんそうなんですよ、どこに手、そうそうそう、もうちょっと左こう入れていいよとか、あ、もうちょっと右手かぶせてって言われて、はいはいはい、うん、そういう細かいことも常に教えてくれる。はい、そうなんです。すごいすごいありがたいです。わかりました、ありがとうございます。はい、皆さんチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。